皆さんこんにちは、佐藤康恵のナチュライフです。今日はですね、私が自分で2012年にブランドを、立ち上げたんですけど、 YS ジュエルから YS ラグジュアリーに変わったんですけど、まあ名前は変わったけど作ってるのはずっと私で、でジュエリーを紹介したいと思います。本当に作るのが大好きで、細かい作業がすごく好きです。ペンチとかね使って、今度ねまたなんか作ってるとこもお見せしたらきっと本当に好きなんだなって伝わると思うんですけど、なんかつけてくれる方のなんかこうイメージを想像しながら、なんかこう感じながら作ってるのがすごく好きです。でね、何紹介しようかな。今日すごいツンツンしてるんだけど例えばこれね、女性はもうすぐ分かると思うけど、まあ、フープピアス、なんかねフープだけがすごい好きとかいう人もいるみたいなんですけど、なんかやっぱりフープって丸なんか可愛くないですか。こうお顔の周りをちょっとこう華やかにしてくれるイメージがすごくありますね。これはねスワロフスキーのクリスタルオーバルを使ってます。オーバルってちょっとメタリック、裏だけちょっとメタリック加工されてるような感じでキラキラなんです。で真ん中だけちょっとモスグリーンというか落ち着いたグリーンを使って、こう今私ちょうど今ねグリーンのお洋服着てるからぴったり合うと思うんだけど、でね揺れるとすごい可愛いんですよ。真ん中の落ち着いたグリーンが揺れると周りのそのオーバルのクリスタルたちがこうなんかこう盛り上げてくれるみたいな、そんな気分でこれは作ってみました、あこれ音もかわいい。あこの音だけでなんかさ、あの YouTube とかやってる人いそうじゃない。いいねこれ、なかなかいいね。天然石もすごく好きで、これ例えばヴィンテージローズクォーツなんですけど、これは本当になかなかないです、この大きさのローズクォーツ。やっぱりちょっと色がすごく優しいピンクで女性に人気のカラーなんですけど、存在感出しながらもこうあんま主張しすぎない、だからあえてなんかこうちょっとこうマット系の気持ちマット系のゴールドを使って組み合わせてみたりとか、で今流行りのちょっと太いチェーンを使って強調しすぎないお洋服に合いやすいようなやっぱ感じで、このチェーンが4つ使ってて、でここでメガネ止めをしてるんですけど、メガネって言うんだけどなんでメガネなんだ、誰か教えて。じゃあ次は違う、あメンズ行こっか。じゃじゃん、これメンズ作ってみました。結構メンズないんですかっていうリクエストが多くて、なかなか女性はこうイメージしやすいんですけど、メンズやっぱ難しくてですね、毎回作っては定番にはならずにっていうことが多かったんですけど、これちょっと定番にしていきたいなと思ってるのが YS ラグジュアリーのスワロフスキーの豪華なこう結構重めのトップをつけたメンズブレスで、であえてのこのなんか極太の革紐を使うより編んである黒の三つ編み用のレザーを使って、でここがすごく面倒くさくないマグネット、見ててこれシューカチン、これってよ結構強力なんですよ本当にね。こうやってここ持ってれば勝手に穴こうやって探して動くの見て、動くのほらで入る、すごくねつけやすいんですよ。レジースもねこういうの作ってるんですけど結構好評です。あとはそうだな、あ私のすっごい集中していつも頑張って作っているのがこちらです。見えるかな、じゃじゃーん、これはブレスレットなんですけど、ここがパフェになってます。石畳とか、フランス語かな、敷き詰めたっていう意味だと思うんですけど合ってるといろんなサイズのスワロフスキーを散りばめています。で真ん中にだけちょっと分かりづらいんだけど大きなのの
埋め込んでいます。周りはすごく細かいので覆ってて、でどんどん真ん中に行くにつれてさっきのちょっとメタリックがかったオーバルも入れたりして輝きをすごい増すようにしています。やっぱグリーンが好きなんだな。なんかこの色見るだけで本当に幸せになる。すごい明るめのグリーン、濃ゆいグリーン、ちょっとこう公園とか代々木公園を思い出させるよう な, なんかこういう綺麗な緑を使って、ここのクリスタルをよりなんかこう強調してくれるような感じ。例えばブルーとかにしちゃうと、デニムブルーとかにしちゃうと美しい方向のみにいっちゃうんですけど、それをあえてのグリーンにすることで T シャツでもこうつけたくなるような、で T シャツでつけるとまたここが可愛らしく見えたりとか、でちょっと大人っぽく逆に見えたりとか、そういうなんか演出効果もあるかなと思っています。でこのブレスはこんな感じで見ると分かるけど、つけるのがすごい楽ちん。これはスライド式ビーって自分でビーってこう広げた後に腕を通して、あとは両方の指でこう引っ張るだけだけでもう自分のサイズのブレスになる。なんかあんまり無理して綺麗にしたいっていう気持ちはないので、なんかやっぱり楽しんで毎日おしゃれできればなと思うところから YS ラグジュアリーっていうのができてるので、無理しちゃうとね良くないので、楽につけれるのをいつも考えながら作ってます、うん、こんな感じなんですけど、すごくねいろんなこうデザインがバーッと頭の中に浮かぶので、いろいろ作り出すと止まらなくなっちゃったりして、毎日こう楽しみながら制作しています。ぜひ皆さんサイトの方もチェックしてみてください。あ、今日の一言、ジュエリーだからやっぱり何気ない日々に輝きを。いいですか。はい。ではまたね。Keep smile. Bye bye.